今カレンサンダースからもコンプリッピン選手に、ナミダト選手に、八村選手に、辻選手も出演したということで、もう本当にオールスター盛り上がったんですけど、その中でも辻選手の無限ポップフェイクは本当に面白かったですね。皆さん見ました？見た人？さすがに見てます。まだ見てないという方がいらっしゃいましたら、 B リーグの SNS などで発信されているんで、ぜひ辻選手のオールスターでの無限ポップフェイク見てみてください。もう本当にあれはね、あの瞬間、同じ関西人、大阪出身なんで思うんですけど、笑いの神様が降りてきた瞬間だと思います。本当に面白かったんで、じゃあ僕が最初スリーポイントシュート辻選手を飛ぶから、その時リカ行って、でその後3年行って、でもう1回行くから、それで3秒ぐらい経ったら辻選手楽しくなってきて踊ってくれると思うから、その間にまた5秒バリオレーションもらおう、というふうなジョークを交えながら、本当に面白かった、そんなオールスターなんですけど、今日のピックアッププレイヤーとしてもルンバはその辻選手をアップさせていただきたいと思います。水曜日の群馬宇都宮戦では辻選手12本スリーポイント打って6本決めてます。5割です、ね、このスリーポイントシュート、辻選手のスリーをいかに止めるかが今日の試合一つのポイントになってくると思うので、ぜひ皆さんもそのあたり注目してみてください。そしてハンガリーズのピックアッププレイヤーは洛南の後輩ってこともありまして、ナンバーファイブキャプテン小西誠也。まあ、鈴木選手も洛南出身ではありますけど、この洛南マッチアップも見どころの一つですし、小西選手は中崎戦で本当に献身的なディフェンスに、4クォーターでもフェイスアタックでね、貴重な得点を挙げてくれました。 B リーグで一番若い24歳のキャプテンです、ね、本当に頼もしい限りなんですが、ハンガリーではこの小西選手をピックアップして、ぜひ皆さんもね、エナジーを小西選手に届けていただければと思います。今日の試合、ぜひ皆さん注目してください。